はい、本日はですね、厳選ダウンジャケット7選をねご紹介していきたいなというふうに思います。ということで今回はですね、僕ダウンジャケット結構持ってるんですけど、その中でも厳選した7着っていうのをご紹介します。ちなみに選考基準というのはですね、もし今ダウンジャケットが全部なくなったとしたら何を買い足しますかと、何を買い戻しますかって言われた時に、この7着を間違いなく買い足しますというところをね選んでおりますので、まあもう一回買いたいと思うというのは、まあよっぽどじゃないですか。まあ気に入ってるんかなという感じだと思いますので、まあ他のものはね別にいらんかって言われたらそんなことないんやけども、この7着がどうしても手に入れたいっていうのがね、今こうずらっと並んでおりますので、まあ、簡単にね理由なんかをお伝えしながらですね、本日の流れとしては1着ずつ着用して、これのこういうところが良かったですって、まあ感想とかを話して、特にこのシーンできるのに最適でしたみたいな話をしていってね、終わりにしていこうというふうに思いますので、本日もね皆さんお付き合いくださいということで、まあ、今日にかけてはね特にベラベラ喋るつもりはございません。その性能とか云々とか喋るつもりはないんやけども、とにかく着用してどんな時に良かったかみたいなところにね7着ありますので、1つ1分として7分かかりますので、ね、行きたいなと思いますのでお付き合いください。まず1つ目からいきます。こちらズドーンということで、ナンガのダウンジャケット、やっぱこれはねなんで良かったんかというと、ただただダウンの質がいいんですよ。だからもうそれを考えると、どうしてもランクインというかね、これはもう入ってくるやろうなということでね今回入れました。でちなみにナンガ自体はねセールとかはやってないんですけども、まあセレクトショップとかやったらね結構安くなってたりとか、まあ去年のモデルやったらねセールかかってたりっていうのもあったりしますんで、まあそういうところでね買うのがお得かなと思います。毎年同じモデルになってるんでね、そんなんはいかがかなと思いますが、今胸ポケットからね、バイクのインカムが出てきましたね。これどこに行ったんかなと思ったらこんなところにありましたね。今見つけさせていただいてありがとうございました。まあこの着てる感じやったらあんま分からんかもしれんけど、やっぱこうやって開いた時のこの綿の量の感じっていうかな、こういかにもね布団屋さんが作ったようなねダウンジャケットやなと思うし、一応まあ最低限というかね、まあ防水加工とかはされてあったり、防水の機能があったりはしますんで、まあどんな天候でもね着れるっていうところはねいいんじゃないかなと思ってランクインをさせていただきました。その一番に気に入ってるかって言われたらそんなこともないんやけども、まあ7着取り戻すんだもうこれは絶対入ってくるやろというところで、紹介させていただいた、こちらナンガのオーロラダウンジャケットになっております。なんていうのかな、この最後の人生最後の1週間で何食べたいって言われたら、まあ前日とかには出てこへんけども、まあ、7日前とか言ったら、ね、これ出てくるよねっていうぐらいのランクインの順番って感じで、次がですね同じくまたナンガ、これは良かったよね。ナンガのホワイトレーベルっていうダウンジャケットで、これも着てみましょう。これもね同じくナンガから出てるんやけど、ナンガとどっかのセレクトショップコラボしたやつになってるんでね、まあ若干ちょっと違うっちゃ違うんやけども、それよりも一番綿の質がいいんですよ。僕が持ってるありとあらゆるものの中で一番品質がいいっていうのを着た段階で感じれます。でまあ色味がねちょっと派手っていうこともあったりするんですけども、まあこれはね色はまあその人それぞれの好きな色をね買えばいいかなと思うんですけど、綿の質だけで言ったらちょっと飛び抜けてましたね。今までもそれなりにAダウンジャケットは着てたんですけども、これに関してはね、まあ、値段が9万とか10万ぐらいするってことで、比較的ダウンの中ではまあまあ高めじゃないですか。だけどね、これ9万でいいんですかって思えるぐらいだから、10万超えてたりとかしても全然普通やろうなと思うし、15万って言われてもね、まあまあまあそんなもんやろなとかって思いするんで、そういう意味ではコスパはいいかもしれないですよね。これが9万で買えるんかっていうところで、だから僕個人的にはねこれは絶対また買い足すと思います。なくなればね。だからまあ僕を真のダウンの男にしてくれたダウンジャケットかもしれないですね。ここを知らんくてダウンは語られへんよと、これ900フィルバーかななんかするぐらいあるんやけど、それ知らんくてダウン語ったらそんなもんダウンおじさんではありません。それはダウン小僧でございますってことなんでね、まあこれがあるおかげでダウンおじさんになれたかなというところで、これが2つ目で、3つ目っていうのがちょっとまあ用途が違うんやけども、こちらキャンプシェラショート、これノースフェイスのやつなんですけど、これもセールかかってるんですよ。で去年までは僕エクワックスっていうもう黒のね軍隊が使ってるやつをねよく着てたんやけども、それがなんか嫁に取られてます。なので僕それ着るやつがないからね、これを着てるんやけども、じゃあどういう時に着てんのと言われると、大体僕はフードこれ外してるんですけど、フード外した状態でこう居酒屋行く時とか、ちょっと匂いがつきそうな時とか、ちょっと汚れそうな時とかはねこれで行きますっていうのもねこれ洗えるんですよ。だから僕とかはね普通に洗濯機でバーンって掘り込んでね洗ったりするんですけど、そういうねダウンジャケットとか中綿ジャケットって少ないじゃないですか。やっぱどうしても最初紹介したこの2つもね洗えないんですよね。だからクリーニング出したりしやなあかんとか、もちろん手洗いでねいろいろこう洗剤とか考えながら入れていかなあかんっていうのあったりするんやけど、もうこれに関しては何にも考えていい。もうとにかくね家で扱いできるっていうめちゃくちゃ便利なんですよ。だからそれ以外のやつね全部ダウンになってるやつなので、まあ、ある種暖かいんやけど取り扱いがねちょっとめんどくさいっていうのがあったりするんだけど、唯一これだけ取り扱いめちゃくちゃ楽、ほんま高級食材の中に、まあ、便利なコンビニ弁当出てきたみたいな感じでね、もうすぐチンして温めて食べたらええやんみたいな感じで、もうこれサクッと羽織っていって、それサクッと洗ってでサクッと着ていくみたいな感じができるんですが、他はそれが用できひんので、まあ、そういった用途の使い方っていうかな、ちょっと飲み会行くとかちょっと汚れてもいいっていうなった時はねこれさって羽織っていったりもするんです。でまあね、なんで洗えるんかみたいなところはねもう詳しく喋ってますのでね、ここでは喋りません。ここで喋りだしたらもう止まりません。もう1時間エンドレスで喋りますので、そんなもんね誰が見たいねんと、ダウンのことをずっと喋ってる32歳のおっさん誰が見たいねんってなってきたらね、誰も見てくれませんので、一旦ここで終わりにしますが、そういうところでね、居酒屋とか汚れてもいい時に洗ったりとかできるので、この中綿ジャケットを着てるというのがこれ3つ目ね。で次4つ目に行きたいなと思うんですけど、4つ目がねこちらですね、水沢ダウンのマウンテニアっていうモデル
デルになってます。で今ね水沢ダム結構いろんなメーカーとコラボしてたりするから、いろんなあのモデルがあったりするんやけども、水沢ダム独自で出してる、オリジナルで出してるのはこれが一番ねハイスペックモデルになってるかなと思うんですけども、それがね僕個人的には良かったです。っていうのもなんでかっていうと、これはほんま都会用なんですよ。都会用のダウンジャケットっていうことで、なんで僕は勝手に都会用にしてるかっていうと、やっぱり大阪市内、東京都内とかってなったら電車移動とか、あとはまあバス移動とか、あとまあタクシー移動とかになってくるじゃないですか。ってなった時にね、モコモコしたダウンジャケット暑すぎるんですよ。でこれぐらいやったらね、ちょうどまあちょっとスッキリして細身やなっていうのももちろんそうやし、それ以外にやったらね、こうベンチレーションがあるんで、このねジッポね皆さん見といてくださいね。開けていくとこんにちはということで開くんですよ。ほんなら中のね熱をこうやって逃がしてくれるんで、電車乗るときはねさっと開けとくんですよ。ほんならこうやって蒸れてね、暑くて汗かいてくるってこともなくて、こう快適に電車乗れてて、で電車乗り終わったりしたらこれをね外出るでいうときはこうやってピュッと閉めてあげれば、ね、またしっかりダウンジャケットとしても着れるんで、まあ都会とかその建物の中とか行き来する方とかはねいいかなと思うし、僕も大阪市内とかで打ち合わせとかするときあるんですよ。でとある会社行ったりとかするときとかはもうこういうねベンチレーションとかで体温の調節がしやすいようなダウンジャケットを着ていくんで、まあこれもね重宝してますので、まああってよかったんじゃないかなと思います。でこれも同じく防水なんですよ。だから僕の選んでるのでね、大体どんな天候でも着れるとか、取り扱いが楽とか、そういうめちゃくちゃなんていうのな、こう日常に特化してるというんかな、そういうのをね選んでおりますので、まあそれがね、まあ、選考基準になってるかもしれませんね。でそれが4つ目、で5つ目がねこちらのダウンジャケット、唯一コスパのいいというか値段の安いやつなんですけど、これがユニクロです。で僕あんまユニクロ系 YouTuber じゃないからユニクロも押すもんではないんやけども、なんでじゃあこれが出てきたのというとですね、これはね、まあ、着るよとかっていうことでは特にないんやけども、やっぱりほんまにね服のことを分かろうと思ったら、もちろんさっきも言ったみたいにいいダウンジャケットも着る必要もあると思うけど、やっぱり最安値で最も質のいいダウンジャケットも着るべきやと思うんですよ。ってなった時にね、僕が考える最安値の最も質のいいダウンジャケットはこれなんですよね。ユニクロのこれシームレスダウンって言ったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、これがね1万5000円切るぐらいで購入できたと思うんですけど、僕はもう完全に質ともに、ファストファッションでは圧倒的ナンバーワンやと思ってるんで、でまあこれはね全てあの高いものがいいっていうわけじゃなくて、もちろん安くてもいいものもあるっていうところの目利きがこうできるようなねダウンジャケットになるんかなと思うんでね、まあ、この辺はちょっと押さえておきたいなと思いますので、ね、一応これはランクインさせていただきました。ただね今年から若干変わったんかな、ちょっと僕も分かってないんですよ。これ去年モデルで2020年モデルやから若干ちょっと変わったんかもしれないんですけど、まあ変わっちゃうとね品質がちょっと落ちる可能性もあるんで、ちょっとその辺はどうかは分からないですけど、まあそんな感じと。で次がですね、まあこれもう散々擦り倒せるからもう言うことないけども、ヌプシジャケットね、まあこうノースフェイスの中ではね、なんていうのな、まあ安定の人気じゃないですか。でも安定の人気ってなんで人気なんていうのもね、こう買ってみて初めて気づいたっていうか、今まではね、まあ食わず嫌いのとこもあって、いやヌプシは俺ええわとかって言ったけど、まあ実際買ってきてみるとね、ああこれやから人気あるんかっていうのもね分かったりするんで、まあその辺はねこう買ってみてよかったかなと思います。で使い勝手もいいしね、まあ値段も安いから、まあ最悪こう汚れたりとかなんやしてもええわと思ってね、もうガンガン着てますし、めちゃくちゃ濡れまくってるからね、もう綿もペタペタなってきて、ダウンもほらはみ出てるでしょ。こんなところはね、ありとあらゆるところから出てきております。で首のところにね結構まあ汚れてるんですよ。やけどまあそれでもええかなと思えるぐらいのね値段やから、まあそんなことでガシガシ着ております。まあただやっぱ水に弱いっていうのはね、まあちょっとどうかなとかって思うし、やっぱり値段が値段っていうのもあって、こうダウンの抜けがやっぱちょっと多いですよね。他のダウンジャケットってあんまりダウンの抜けないんやけども、これはやっぱちょっとダウンの抜け多いなと思ったりするんで、まあその辺はね 100% おすすめってわけじゃないんやけど、まあこの値段やったらこれ納得できるでしょという感じですね。で最後がですね、これが一番期待しなかったんやけども、やっぱりダウンジャケットショート丈ばっかりだかんから、ロング丈で唯一ランクインしました、こちらアークテリクス。でこれに関してはものすごいシンプルやから、こうもうあえてモノトーンですっきりいっちゃうか、差し色をちょっとさしたやってあげたりとか、いろいろちょっと考えるべきダウンかなと思うんですけど、やっぱ着丈の長いやつやっぱ一着はいりますよね。でっていうのもね、他の着丈の長いやつ僕カナダグースとかもあったりするんですけど、やっぱり重たい、重たいの僕着たくないんですよね。でだからウールのコートとかも着ないんですけども、やっぱ疲れてくるでしょ。で肩とかも痛なってくるしね、首も痛なってくるから、あんまね重たいのダウンジャケット着たないんやけども、これはねサーミーパーカーって言ってね、ちょっと丈は長いんやけども、まあ、重たくないのでね、まあ、着やすいっていうのもあったりするし、でそもそも綿の量もちょっと調整されてるから着膨れもせえへんっていうところもあったりしてね、動きやすいのも動きやすいんですよ。そう考えるとね、まあまあこれも良かったなとは思ってます。でしかも雨とかも弾くし、ゴアテックスやからね、どんな天候の時に着てもいいっていうことなんで、これはでもまさかやったですね。視聴者さんにね買って買ってって言われたけど、ちょっと高いのばっかり買わさんといてたら、もうこれ9万もすんねんでと思ったりするんですけど、あまあ確かにこれは良かったなと思いますので、まあ、他にもね10万オーバーのダウンジャケットいっぱい持ってたりするんですけども、この辺はねちょっと値段とか関係なく、もう一回買いたいなって思えるようなね、ダウンジャケットになってたんでね、ずらっと紹介させていただきました。まあ、なのでねサクッと振り返ると、まあ、このナンガのねダウンジャケットでこの綿の良さをまず知っていこうと。で最高級の綿っていうのはね、このホワイトレーベルがねやっぱ最高級になってくるんで、こういうのも感じていくのも、まあ、一つ大人のねたしなみになるんかなっていうところがあったり、いやと言いながらもね汚れたりとかするようなダウンも欲しいって方はね、このキャンプ
シェラショート、これノースフェイスが一番最初に出したダウンジャケットですわ。だからね、そういう歴史も感じれるし、なんやったら今は取り扱いもしやすい。あの数年前までこれは洗えなかったんですよ。だけど今のは洗えるやつやからね、そんなんも心配せんといけるし、でなおかつ都心とかにね行かれる方とかはこうやって水沢ダウンでね、温度調節のしやすいようなダウンジャケットで外入ったり中入ったり頻繁にされる方とか、あとね雨とかもこれ対応してますので、雨降っても大丈夫ということで、これ一着でね、都会に住んではる方やったらいけると思います。そして次がね、このユニクロの、シームレスダウンジャケット、これは水も雨も知る上で一回は通るべきなんよと。皆さんもねうまい棒で通ったでしょ、絶対買って10円でなんか安い菓子やねんけども、なんかうまいかどうかわからんけども食べましたよね。で特に僕はそれのコーンポタージュ味が好きやったんですけども、まあ、たこ焼き味があったりとか明太子味があったりするんですけども、あの安いのってね、どんだけ大金持ちの人も一回は通ってるでしょ、あれと一緒、まずは通るべきとこなんよと。そう考えるとこれがユニクロのねシームレスが通るべきとこかなと思ったりします。でね、特にまあ僕の視聴者さんはねノースフェイスお好きな方が多いんで、ノースフェイスお好きな方やったらねこのヌプシもどうですかということで、まあお好きじゃなかったらね別にここは飛ばしていいかなと思うんですけど、お好きな方やったらねこれ持っとくっていうのもねありかなと思います、というのと、あと最後ね、これ今僕着てる着丈の長めの方が欲しいと、ちょっと綺麗めとかスーツで合わせたい大人の方なんかにはね、まあ、これがね、まあ、着てても軽いし動きやすいしということで、まあ、僕営業マンとかやったらこれ着てるんちゃいますかね、スーツの上から去ってきたりしてね、まあ、そういうところで現時点での、厳選のね7点をご紹介させていただきました。まあ、これも毎年毎年僕ちょっと変わっていくんでね、まあ、その時の、あの気分とかによっていろいろ変えていこうとは思ってるんですけども、今のこの2021年現在の段階では、この7点が厳選したダウンジャケットということになっておりました。はい、ということで本日はですね、僕が厳選するダウンジャケットを7点ご紹介してみたというふうになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。